ハーゲンベックと動物園の動物たち、ロビス・コリントの会がハーゲンベックの墓がある。ハーゲンベックは野生動物を扱うドイツ人商人でヨーロッパ各地の動物園や PT バーナムのサーカスなどに動物を提供していた。無作っぱなし、様式展示の近代的動物園を作った。ハーゲンベック動物園は個人経営の動物園としてはドイツで最も成功を収め、 1907年には、ハンブルクに常設された。動物と同じように人間を展示する、人間動物園も興業したことがある。1844年6月10日、ハンブルクで魚屋を営む、父の下に生まれる。父は、魚屋の傍ら、野生動物の売買も行っていた。14歳の時、父から、アシカとホッキョクグマを与えられた。 その後も彼の動物コレクションは増え続け、飼うために大きな建物が必要となった。やがて、ハンブルクの実家を出て、狩猟家や冒険家と共に、ジャングルや雪を被った山に分け入るようになった。そして世界中の様々な土地で動物を捕まえた。1874年、サモア人とサーミ人を文明に汚されていない人種として展示、興業することを思い立ち、 人間に加えて、彼らのテント、武器、ソリ、トナカイなどを展示した。1875年、ヨーロッパやアメリカ合衆国の主要都市で、彼の集めた動物の展示、工業を開始した。1876年、協力者をスーダンに派遣して、野生動物を持ってこさせ、さらに、ヌビア人も連れてこさせた。ヌビア人の展示工業は、ヨーロッパで大成功し、パリ、ロンドン、 ベルリンを巡業した。カナダのラブラドール地方にも人を派遣し、ホープデールからエスキモを数名連れてこさせた。犬イイトはハーゲンベック動物園で展示した。未開の野蛮人とみなされた民族を展示するというハーゲンベックの手法はアルベルト・ジョフロアド・サンヒレアに人間動物園の着想を与え、パリのジャルダン・ダクリマタシオンで同様の展示が行われることになった。 サンヒレアは1877年にイヌイットとヌビア人の民族学的展示を行い、同動物園の入場者数が倍増した。ハーゲンベックは野生動物を調教し、イリノイ州シカゴで開催されたバンコク博覧会やセントルイスで開催されたバンコク博覧会で興行し、同時にサーカス興行主に販売した。ハーゲンベックのサーカスはそれらの万博で最も人気を博した。 彼のコレクションには大型の動物や爬虫類も含まれており、様々な動物を調教して芸を仕込んだ。1900年、メスのライオンとオスのベンガルトラを交配させて雑種を作り、それをポルトガルの動物学者、ビシアのマジンホに200万ドルで売っている。ハーゲンベックの調教した動物は、1914年以前にニューヨークのコニーアイランドにあった遊園地でも、 芸を披露している。1905年、動物収集家としての卓越した技能を活かし、戦闘、ほどのラクダをドイツ帝国がアフリカで活用するために捉えた。1908年、自身の冒険や動物の捉え方や調教技法を本にまとめ、ビーツメンと題して出版した。ハーゲンベックは動物をその生息環境に近い環境で、 高級的に展示することを夢見ていた。ハンブルクにはすでにハンブルク動物園があったが、1907年、ハンブルク近郊のステリンガンに初の無作っぱなし、様式展示のハーゲンウェック動物園を作った。1909年から1910年にかけて、ローマでの動物園建設を指導した。今では多くの大規模動物園が彼の展示方式を採用している。 1913年4月14日、ハンブルクで独者のブームスラングに噛まれて死去。チザム、ヒュー、エド、ホガンベック、カール、インスイクロープリアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティプレス、スパルタコギパリティ2004カールホガンベック、エスプランフー・ローマズー、アンドホアットビケームオブイット、INT、ズーニュース51、24から28。ありがとうございます。